はい、皆さんこんばんは。じゃあ、こんにちはですね。海谷 FF15 発売日決定記念シリーズ踏破枠第3弾ですね。で、この PSP 版は、フルリメイクをされた DS 版の移植作品になってます。では、特にね、1日目のあらすじはないので、早速やっていきましょう。リメイク版としては最新に当たるのかな ?FF3 が。長らくね、移植とか、もうほとんどされなくて。でね、リメイクも16年経ってやっと出たんだったかな確か。で、この PSP 版はその Nintendo DS 版の、移植作品で16対9に直された高画質版になりますね。そのグルガン族の男は静かに語った。この大地震でさえも単なる予兆に過ぎぬと。世界の光の源であるクリスタルを地中深く引きずり込み、魔物を生み出した大いなる震えさえも、これから起きることに比べれば些細なことに過ぎない。それはとてつもなく大きく深く暗く、そして悲しい。だが希望はまだ失われてはいない。四つの魂が光に啓示を受けるであろう。そこから全てが始まり。ここまでがアバンですね。いてて。参ったな、まさか穴が開いてたなんて。辺境の村、ウルで、長老とパパと、いいなに育てられたみなしごの少年。好奇心旺盛で、村を出て遊んでいたところ、大地震でできた穴から洞窟へ落ちてしまった。名前は、初期のままでいこうかなと思います。ルーネスだね。戦闘何にしたっけ？ウェイトかな？ウェイトっぽいな。3で、やっと、2D じゃなくて 3D 画面になったけど。この後続く4、5、6はまたね、2D のドット。7になって、また 3D に戻るので、それまでは。何なんだ、今の化け物は。参ったな、とんでもないところに来ちまったようだ。このアイコン可愛いよな。記憶でよくて、リで。で、あれ、ウェイトとかってないんだっけ？人によってはこのアレンジ版の BGM は、なんだか軽いっていう。装備だ。え？こんなんあったっけ？革の盾、一部の状態醸成。お、熟練だ。この3はジョブシステムがあって、そのジョブごとに熟練度があるのでね、それをステータスで見れば出ないからダメかもだ。今、すっぴんの熟練度が2で。で、熟練度が上がると、いろいろね、各種能力が上がったり。おや？あの岩なんか変だぞ。L ボタンで拡大、R ボタンで縮小できる。L ボタンを押してよく見てみよう。で、近づけると、何かね、イベントあるところ、光ってくれるの。逆に場所さえ分かってればね、L ボタン押さなくても、ギミック発動したり、できますね。ロングソード。南極の風。この人ね、FF3 のカーバングルは、こういう、岩系の、敵になってます。このシリーズだとね、召喚獣として、出てくるんだけど、3だとこの、序盤に出てくるサポテキの、FF14 で言うムーなんて呼ばれてるが、ここで HP、MP が回復できますね。これはファミコン版の時からも、あったかな。
あと今はね、このルーネス一人だけだけど、ファミコン版の最初から4人パーティーで始まるんだよね。リメイク版になって、各キャラクターに特徴ができたので、それでよりなんかストーリー性がね、出たことによって、仲間に入る、行きましょう。なんだこいつは。邪悪な何かがルーネスを襲った。ランドタートル。こいつ亀型なんで、この南極の風がね、吹くんだけど、もったいないので、殴り倒しました。オートモードとかってついたんだよね。前の行動を繰り返す。なんかな。お前は選ばれた。誰だ？誰かいるのか？闇の大地より訪れし者よ。お前は希望を持つ者として選ばれたんだ。このクリスタルが喋ってるのか？今、世界は闇に包まれようとしている。このままでは光が失われ、すべてのバランスが崩れてしまう。何を言っているんだ？お前には運命を共にする仲間がいる。まずはその者たちと出会うのだ。その時、私はお前たちに最後の光を、希望の啓示を与えよう。さあ、旅立つのだ。わ、ちょっと待ってくれ。まだ聞きたいことが。何だったんだ？今のは。光とか闇とか希望とか。故郷だね。さっき村の隅にみんなが集まってたけど、何かあったのかしら？パルメニ山脈に囲まれたこの辺りを治めているのは、西の城のサスン王よ。これがかかっちまったらしい。おっかなくて近づけないよ。クリスタルの光を受けた者は、泉で体力や戦闘不能を回復できるそうだ。だから、ここで回復できたっていう。幽霊なんて信じてなかったけど、カズスで見ちゃったんだ。幽霊なんかいないってどうして言い切れるんだよ。嘘だってんなら見てこいよ。ふん、そんな度胸もないくせに。へへーんだ。弱虫やーい。子供の喧嘩だ。長老とパパに育てられたルーネスの幼馴染。外遊びより読書が好きで、ちょっと内気だが、その博識ぶりは誰もが認めている。歩く。おい、歩く。何やってるんだ？やべえ、ルーネスだ。ずらかろう。おい、待てよ、歩く。黙っていくことないだろう。僕は、弱虫なんかじゃない。このままじゃ、いけないことくらい分かってるんだ。ルーネスの力なんか借りないぞ。みんなを、見返してやる。
なんかあったような、やっぱりあったか。確かね、ファミコン版もね、こういう光はないけど、なんか、隠しアイテム的なのは、点在してたね。有名な、何、進もうとしても進めないみたいな。ここ回復の泉だっけ？あ、違うな。それ、こっちが回復で右が戦闘不能の回復だった。私の強い霊感がお前に起きたことを感じ取ったのだ。ちょうどごとパパの言葉を聞きなさい。あとでねー。これ話だっけ？またアルクーがいじめられてたのかい。あんたは兄弟みたいなもんなんだから、面倒を見てやるんだよ。戦闘ではセレクトボタンを押すことでオートバトルに切り替えることができるぞ。便利だから一度試してみるといい。ただ、前の行動を繰り返すだけだから、危なくなったらすぐにセレクトボタンを押して解除するんだぞ。さっきも試したね。アルクーが見当たらないけど、どこへ行ったんだろう。仲良しのお前なら知ってると思ったのに。カズスの街に行ったんでしょうね。ポイズナ、毒を飲す。あれだけあっても、KR なかった、売ってなかったっけ。おかしいな、KR 売ってたよ、ね。この倉庫にアイテムを置いていたんじゃが、わしにはもう必要ないから持って行っていいぞ。途中モンスターに気をつけてな。これ L 押すと見づらい、ね。街中にね、モンスターがいるっていうのはなかなか危険な状態な気がするな。はい、バストいらっしゃい。ここに終了まであと5分になりました。延長しました。延長しました。街や洞窟の中には隠されたアイテムやスイッチがあるんだ。近寄ってよーく見ることで見つけることができるぞ。例えばあそこのろうそくじゃ。普通の視点ではわからないが、近寄って見てみると。と、こんな感じじゃ。こういうね、木箱とか壺とかは隠しアイテムありそうなとこだよね。ロングソードに、目薬に、フェニックスの尾。これでロングソード。で、つけとくか。今回ね、魔法は使うと覚えれて、で、外したり、他の人と交換できたりするので、手軽に使えますね。1とか2に比べると。使ったぞ。金はいらないよ。ゆっくり休んでおいき。おう、タラだったか。あ、序盤だと高いな。ん？酒場か。あ、ピアノ弾いてよ。旅に出るなら、ドッキュシは身薬は絶対に持っていかなくっちゃ。はーい、ルー。どうだった？確かくね、この演奏も徐々にレベルアップというか、各街のピアノを弾くと徐々に演奏が上手くなるっていうシステムだった気がする。違ったかな。大地震でネルブの谷が岩に塞がれちまって、カナーンに帰れなくなっちまった。やってられないよ。マスター、マスター、マスター。マスター話しかけられないんだっけ？話しかけられない。毒消しや目薬も来てけーって言われたけど、誰かに。くう、お主のジョブについて説明してやるぞい。ピンはレベルの低い魔法が使えるぞ。ステータスは低いから気をつけるのじゃ。ただ、長老の家の回復があるから、ここあんま利用する意味が。そしたら、アルクを、あ、の前に長老の話聞いてくな。とうとうこの日が来てしまったのですね。とても心配、気をつけていくのですよ。そうそう、セーブはこまめにすること、忘れないでね。ルーネスよ、ニーナを、いや、お前の母さんを大切にするんじゃぞ。ニーナが本当の母でないことには気づいておるかもしれんが、育ててくれた愛情を忘れてはならん。来たか、ルーニス。まさかお前が選ばれるとは。これは偶然の選択ではないことをまず知らなければならない。クリスタルはその位置でお前を選んだんだ。そんなこといきなり言われても、光とか闇とか意味がわからないよ。その昔、赤子を連れた旅人がわしのところへやってきてな。顔はすすで黒ずみ、服は焼け焦げておったそのものに、お前は連れてこられたのじゃ。思えばその時からすでに、お前はクリスタルに選ばれる運命だったのだろう。さあその力を、
お前の光の心を無駄にしてはならない。旅立つのじゃ。どこに？数末急ぐのじゃ。道中くれぐれも気をつけてな。そう、数末行けってか。イベント中に言ってくれればいいのに。ん？あれ？ちょっと間違えた。そうか、これ新しいセーブに、自動的に行くのか。上書きしたかったんだな。カズス。ギャッ。落ち着けよ、歩く。俺だよ、ルーネスだよ。お前、度胸試しはいいけど、どうかしちゃったんじゃないのか？ルーネス、僕も一緒に行かせてよ。みんなを見返したいんだ。一人でここまで来れたんだし。リューネスには迷惑かけないからさ。わかったよ。アルクーがパーティーに加わった。あ、レベル。アルクーの方が上じゃねえか。あの帽子とか、そういえば防具見えなかったね。ジンの呪いでこんな姿にされてしまった。魔法付け替えできるの覚えてたな。そう、付け替えできるんだよ。呪いをかけられてちゃ商売もできない。これちょっとね、見づらい、ね。透明な人間がいるんだけどね。ジンの呪いでこんな姿にされてしまった。俺たちは死ぬまでこのままなのか？それともまさか、もう死んでる？ファミコン版だとなかなかね、怖かったイメージがあるね。不気味だったというか。ジンを封印するためにミスリルの力が必要なんです。町の鉱山でミスリルが取れるから、ジンは人々に呪いをかけたのです。この体ではミスリルを取ることもできません。わしはシド、カナーンから来たんじゃが、ネルブの谷が大岩に塞がれてしまい、帰れなくなってしまっての。姿が見えないが、シリーブ恒例のシオさんですね。そこでこの町に一晩宿を求めたのじゃが、このざまじゃ。ほうほうほう。ルーネス、なんとかこの町のみんなを助けてあげられないかな。そうじゃ、わしの飛空艇を貸してやるから、なんとかしてくれんかの。ミシリルの指輪があれば、呪いが解けるらしいのじゃが、この町にはないようじゃ。新しく作るにも、鍛冶屋のタカも幽霊になってしまい、修行中の娘は行方がわからん。飛空艇は西の砂漠に隠してある。頼む、なんとかしてくれ。鍛冶屋の作ったミスリルの指輪、あれさえあればジンを封印できるのに。封印の洞窟に閉じ込めていたジンが大地震で蘇ったのです。呪いの力と共に封印されていたのに。そういえば、鍛冶屋の娘を見かけないね。近頃は修行が嫌だと親父さんと喧嘩ばかりしていたけど。もしかすると、ミスリルの指輪を持っているんじゃないのかね。これね、ペラペラのミスリルの指輪のことなら帰ってくれ。どいつもこいつもその話ばかり。呪いを解きたいのはわかるが、この幽霊の体で、どうやった？それより家出した娘が心配じゃ。わしは一流の職人にしようと焦って厳しくしすぎたんじゃろうか。で、ここがそのミスリルの洞窟で行っても今光ってる。杖か。お、ミスリルの角度。これはいいな。飛空艇に行こう。シドの飛空艇。キャ、誰よあなたたち。お前こそ誰だよ。この飛空艇は俺たちがシドから借りたんだぞ。レフィア。カズスの鍛冶屋、タカに育てられた少女。鍛冶の厳しい修行に嫌気がさし、最近は家出を繰り返している。
私はリフィアよ。カズスの鍛冶屋でこの船の部品もいくつか作ったんだから。お前ひょっとして鍛冶屋の娘か？なあ、ミスリルの指輪を作ってくれよ。カズスの呪いを解くにはミスリルの指輪が必要なんです。私は、ごめんなさい、ちゃんと修行してなかったから作れないの。指導が聞いたらがっかりするぜ。サボってる場合じゃないだろ。そうだわ。昔お父さんが作った指輪を多数の王様が持っているわ。ねえ、私も一緒に連れて行って。ミスリルの指輪は作れないけど、お父さんとカズスの人たちを助けたいの。一緒に行ってもらおうよ、イルーネス。まあ、サボってただけで呪われなくてよかったんじゃないか。もう。レフィアのパーティーに加わった。よし、飛行艇発進だ。出発進行。ワンの時同様、砂漠から出てきた、ね。ただこれね、この山を越えられないのがちょっとね、残念なところだね。攻略してなかった。あれ？どれで降りるの？バスか。この洞窟。アイテムは、マジか。他のボスはいらないか。装備してて。必要だったか。とした状態じゃないと、見れない代わりに、周りが見えなくてね、しづらいよね。お、ロングソード。同盟では、交換、オイル、後ろを取られてこの穴に落ちると、あの、オープニングの落下のシーン、繋がるんだよね。ブロンズナックルと、ロングソード。おいちおいち。天井を目指しましょう。まずは、休んで。これが、その道を塞いでる、大岩だね。降りれたっけ？降りれた。セーブデータ消してえな、このセーブデータを。今日の放送終わったら消しとこう。サスン城。城の人はジンの呪いによって姿を変えられてしまった。ミスリルの指輪があれば呪いは解けるらしいのだが、カズスも同じありさまのようだし。私は外に出ていたので助かったが、一体どうしたらいいのか。私はカズスの鍛冶屋の娘です。王様が父の作った指輪を持っているはずです。僕たち王様に指輪を借りに来たんです。お願いです。王様に会わせてください。なるほど。お前たちを王に会わせよう。私は先に行っているぞ。とりあえずね、いろいろ探索はできそうだが、ひとまず王様に会いに行く。見づらいよなぁ。ジンの呪いを解く方法などあるのだろうか。そのジンを通す。ああ、この国はどうなってしまうのだろう。王様やサラ姫様のことも心配だが、この姿では何もできない。こんな姿でなければ、ジンを倒してみせるのに。なかなか強力な呪いだよね。周辺一帯を巻き込んでるからな。ここ取れたはず。やはり。オーフェニックスの、城の左の塔には、ワイトスレイヤーがある。アンデッドに有効な聖なる剣だ。封印の洞窟にいるモンスターは、闇の力で操られるアンデッドです。ケアルでダメージを与えられるでしょう。サスーン王。ジンの呪いによってみんなこんな姿に変えられてしまった。陛下、
この者たちが呪いを解くのにミスリルの指輪が必要だと。なるほど、ミスリルの指輪の力でジーンを封印しようというのか。だが肝心の指輪を持つサラがどこにも見当たらんのだ。サラ姫様がまさかジンにさらわれたのでは。おう、サラよ。ジンはここから北にある封印の洞窟にいるはずだが。わかった。封印の洞窟はここから北だな。俺たちが行ってみるよ。陛下、私もこの者たちに同行し、サラ姫様をお助けします。イングズ。サスン王に忠誠を誓う兵士。城に不在だったため、ジンの呪いにかからなかった。行方不明のサラ姫を心配している。よくぞ申した、イングズよ。そなたたちも良いかな？もちろんよ。むしろこの二人と行くなんて頼りないもの。なんだよ。でも確かにお城の兵士が仲間になったら心強いけどさ。イングズがパーティーに加わった。封印の洞窟には隠し通路がある。確か骸骨が鍵になっていたはずだ。頼んだぞ、イングズ。そして若者たちよ、ジーンを封印して皆を救ってくれ。4か。こいつを、とりあえず。終了まであと5分になりました。延長しました。延長しました。揃ったな。だねー。これだけ、4人揃ったんで、本格的に攻略の開始ですね。とりあえず、城の中にある、宝箱。それに行こう。これとか特に意味なかったっけ？まずは、上の、この2つ。川の盾、いらない。ブリザード、に覚えさせておくか。千儀。千儀。おお、美味しいな。そんなだっけ。ここ何も意味ない。ここ何あるんだっけ。他のストーリーは覚えてても、やっぱりこういう細かいとこはね、ワン、ツー同様に覚えてないな。終了まであと3分になりました。右の塔の一番上が姫様のお部屋です。いつお帰りになってもいいように私は綺麗にしております。イングズ様ならお帰りになっても差し支えないでしょう。なぜだ。信頼されてるのか。いや。これ消耗品だよね、確かね。弓。誰かいるね。弓。18とかね、16になるから強いわな。サラ姫様はいなくなるまでずっとイングズ様を心配しておられました。そういうことなんでしょうか。ファンタジー系だとよくある話だよね。国の姫様が、その国の兵士に恋心を抱くとかね。何が出るんだっけか。強えぞ。強えぞ。思った以上に強いな。来た方が良かったか。何？その二人が当たったことは、位置足りなかったと。位置足りてねえ。B はまた、回数制に戻ってるからな。と、聖なる矢効きそうだな、ここも。この中にワイトスレイヤーが入っていた。突如、モンスターが現れた。もう一体待ってた気がする。ワイトスレイヤー持ってこい。まだ、あ、ちゃんあるじゃん。ねえ、強えな。アルクが結構厳しいな。ああ、結構自力にやった。間に合えよう、全員。特にルーネス。マジか、高いから。死なせといてもいいかもしれんか。フェニックスの方で使うのもったいねえな。ユカフェロダン。竜騎士。誰が？
ああ、床ペロしたからね。なるほどね。そういう意味か。もし、とりあえず、村に戻って、装備をと、して、どっちも同じにしてくれたらいいの。戦闘復活しつつ、HP、MP 全開とかね。で、銅の腕輪が、2個と、銅は、日本か。ある空と、覚えるというのがあって、リフィアに、白黒で分けとこう。さて、では、洞窟に行かん。不意の洞窟、行きましょう。骸骨で、地通路のスイッチがあるっていうことだけ。不意の洞窟。待って、なんかめっちゃ痛くね？リフィアがイングスを殺してしまった。何をやってる？ちょっと待って、一旦やり直す。これだけ痛いな。盾装備しないとダメかな。盾何個持ってたっけ？と、革の盾しかないよな。どっか受けたっけ？よし、歩くと同じ数持たせるか。で、遠隔二人と、近接二人、なんとかしのいで、これでダメだったら、盾二枚装備したやつ一人だけマイナスかな。いきなり難易度が上がってるじゃないか。ポイズン。弟子とか買ってきてねえな。革の盾で防げる状態以上で毒かもしかして。どうしよう、毒し。毒し買ってこなきゃダメだ。買ってくるか、また。いろいろ準備不足が目立ってますな。ファイトスレイヤー、スレイヤー。あとあれか、ポーションも補充しとかないとダメか。てか、イングスは何離れてる ?8 くらい。これが低いのか、単純。ルイゾナは一応覚えたけど、ケアルに回したいから。あまり使いたくないよね。普通に、ケの話か。ケアルとポイゾナを使うより。結構必要そうだよな。あと言って20個も買ったら、なくなってしまうな。ピッキー話した。とりあえずは、はい。正直やな。睨まれて寝るぞ。ここに骸骨あるね。ちょっともったいないけど、もったいない気がするか。これはその例の骸骨じゃないか。ルーネスとレフィアで、なんとか。お、ケアルだ。5分になりました。どうしようかなぁ。レフィアでいいか。延長しました。延長しました。お、ここか。お、イベント。終了まであと3分になりました。インフズ、無事だったのね。姫様、あとは私たちに任せて、お城へお戻りください。その前に、ミスリルの指輪を私たちに貸してちょうだいね。いいえ、私も一緒に行かせて。私だってみんなを助けたくて、ジンを封印するために来たんだから。単身乗り込んできた。困ったよ、姫様だな。どうする？イングズがしっかり守ればいいんじゃない？もちろんだ。ありがとうみんな。よろしくね。サラ姫がパーティーに加わった。ゲストか。あ、そうそう。私と話したいときは四角ボタンを押してね。忘れないでね。さあ行きましょう。はい。私はサラ。あなたは？俺はルーネス。よろしくね、ルーネス。会話一つだけだっけ？一人でこんなところまで来てしまったけど、とても怖かったの。ありがとう、イングズ。いいえ、
私は一人では何もできなかったのです。もう一回見てみて。お、が、たどり着いたっぽいね。いたわ。ジン、覚悟しなさい。この指輪で封印してあげるわ。あれ？どうして？何も起きないじゃない。ファッファッファッファ。闇の力が戻った俺様に、そんなもの通用せんわ。弱らせないとダメか。え、二回攻撃？と待ちな。ダンレッドじゃなさそうだから。もし撃破。さあ、今度こそ覚悟なさい。ゴー。おや？あれ？なんだかおかしいぞ。姫様、私たちに構わず、お城へ、お戻りください。みんな、どうしたの？リングス、消えないで。こんな洞窟に姫様一人取り残すとは。何が起きたんだ？祭壇の洞窟か。あれ？ここはクリスタルのところじゃないか。私が呼んだのだ。お前たちは希望を持つ者として光の戦士に選ばれたのだ。私の中に残った光を、最後の希望を受け取ってくれ。このままではこの光も消え、すべてのバランスが崩れてしまう。光を受け取ればクリスタルより大いなる力を取り出すことができるだろう。
4人はクリスタルから光を受け取った。さあ、僕の魔法陣から外に出なさい。旅立つのだ、光の戦士たちよ。お、クポポー。ジョブチェンジできるようになったクポ。ジョブを変えると、そのジョブ専用のアビリティを使うことができるクポ。ジョブを変えても最初から全力では戦えないクポ。何回か戦ってそのジョブになれることで、本当の力を出せるようになるクポ。それじゃ、冒険の続きを頑張るクポ。さあ、待望のジョブになれますね。戦士、文句、白、黒。で、考えてたのは、こいつをシーフ、赤魔導士。んーで、イングツを戦士。変わってないね。変わってないと言います。こんな感じでね、やろうかなぁ。これを外しましょう。では、とりあえずは、城に戻らなきゃいけないんだったかなぁ。ルーネスは弓装備できないよなぁ。雑草。もう。無事だったのね、みんな。イングズ。サラ姫様、ご無事で何よりです。あとは、聖なる泉でこの指輪を清めれば呪いが解けるはず。聖なる泉はお城の地下にあります。急ぎましょう。ああ、あの場所か。ここなんだっけ。サラ姫は指輪を泉に投げ入れた。さあ、これで呪いが解けたはず。お父様のところへ行ってあげて。ありがとう、若者たちよ。その人たちのおかげで皆が救われた。それじゃ、俺たちはこれで、光の戦士として旅立たなきゃいけないんだ。光の戦士。イングズよ、そなたも行ってしまうのか。はい。そうか、わかった。そなたたちが力を合わせれば、どんな困難にも立ち向かえるだろう。はい、行ってまいります。そうだ、これを持っているのはよい。何かの役に立つかもしれん。サスーン王から折りたたみカヌーをもらった。ジンが封印から解かれたのは最近の大地震と何か関係があるのかもしれん。空を飛ぶ船があったとは、シロとかいう男、何者なんだ。ありがとう、戦士たち。おかげで元通りさ。城の左の塔には、これは取ったからな。光の戦士たちを必ず無事に戻るのだぞ。姫さんどこ行ったの？ああ、いないよね。寺院は千年以上前に封印された魔人。その昔、四人の戦士によって封印されたと言い伝えられている。ミスリルの指輪を作ったのはカズスの職人親子らしい。俺も弟子入りしようかな。次はカズスか。イングル。サラ姫様は我々が守るから、お前は安心。剣と二つの魔法を使いこなす戦士を赤魔道士と言うんだ。サスン兵が憧れるジョブさ。マンの戦士にしてしまった。右の塔の一番上が姫様のお部屋です。泣きながらお戻りになったのですが、声をおかけしてもお返事がありません。でも、イングズ様なら、ちょっとご様子を見ていただけませんか？サラ姫様はずっとあんたがとのことばかりおっしゃっています。旅立つ前にご挨拶に参りました。どうしても行くのなら、私が知らないうちにそっと行ってよ。わざわざ泣かせに来るなんて、あんまりよ。私はお父様のそばについていなくてはなりません。本当はあなたについていきたい。でも、足手まといになってしまいますね。
サラヒメ様。でも戦闘能力多分上だよね。4人で何とかアコまで行ったのも、姫様1人で行ったから。イングズ、王様はお前を送り出した後、大変心配していたと思う。イングズ、小さい頃からお前には叶わないな。戦士たちをありがとう。あなたたちのおかげで助かったよ。みんなあ、サラ姫様。元気でね。旅が終わったら必ず帰ってきてね。サラ姫様、必ずこの地へ戻ってまいります。さあ、飛空艇回収じゃ。これ、親方か。お父さん。レフィア、無事じゃったか。よかった。本当によかった。いやーねー、泣かないでよ。みんな見てるじゃない。わしはもう心配で心配で。さあ、うちへ帰ろう。ちょっとお父さん。よかった。これで、鉱山も追い損した。帰るお金あるな。ミスリルは職人が鍛える特別な力を生み出すのだ。ファイヤー、ブリザード、スリープ。てか、ディフィアがいないから、ディフィアを。ようこそ、モグネットへ。モグネットでは、4人にゆかりのある人たちの手紙が読めるここ。お、長老。みんな元気か？元気でやっておるか？お前たちが旅立ってから、心にぽっかりと穴が開いたようじゃ。無理せず、頑張るんじゃぞ、とパパより。お世話になった人や大事な人からの手紙が届いているかもしれないから、街でモグを見かけたら話しかけてほしいクポ。西のパルメニ山脈って知ってる？あの山脈と、山脈の内と外をつなぐメルブの谷が、地震で大きな岩に塞がれちゃったんだって。このままじゃ、カナンへ行けないよね。僕のおばあちゃんが住んでるのに、早くなんとかならないかな。呪いが溶けたおかげで街に活気が戻ったわ。お店も再開したみたいですよ。ごめんなさい。私もみんなと旅を続けたいけど、お父さん、厳しくしつけすぎたと言っておきながら。この街のミスリル鉱山って知ってる？あそこにはもっと奥へ続く秘密の入り口があるんだ。突き当たりの壁あたりのはずなんだけど、僕は怖くていけないや。いやあ、見てくれ。呪いが溶けてこの通り元気な体さ。おかげで元の美しさを取り戻せたわ。ほうほう。今回の指導はずんぐりむっくりだね。よくやった。わしが見込んだだけのことはあるわい。飛空艇はお前さんたちが使うのが一番いいだろう。するよりわしはばあさんの待つカナンまで連れて行ってくれんか。な、頼む。指導がパーティーに加わった。リフィアは一緒じゃなかったのか？さっきまでな。でも親父さんに連れて行かれちゃったよ。そうかそうか。無事に帰ったか。そりゃよかったわい。よくないですよ。一緒に旅に出なきゃいけないのに。飛空艇にミスリルの戦士をつければ、体当たりでお湯をくどけるかもしれん。鍛冶屋の高に頼めば。よう、シド。あんたも元の姿に戻れてよかったな。カナンへ帰るために、エルブの大岩を飛空艇で砕こうと思うのだが、ミスリルの戦士を取り付けてもらえんか。なるほど。よし、待っておれ。今作ってやる。
リフィア、お前も手伝わんか。それ、終わったぞい。宿帝は松の近くに置いておいたからな。さすがじゃな、いつも仕事が早いの。よし、宿帝でお岩に体当たりじゃ。で、忙しい。遅いわよ、みんな。レフィア、なんでここに？いいのかよ。クリスタルとの約束が大事だわ。それにこのまま職人になるなんて嫌よ。みなしごの私をここまで育ててくれたけど、それとこれとは別だもの。え？お前もみなしごだったの？え？あなたもなの？僕もですよ。ちょっと待て。私もだ。クリスタルはみなしごだった俺たち4人を集めたのか？はは、大変な旅になりそうじゃの。さ、低低でお岩に体当たりじゃ。これでね、4人揃ったんで。改めて、装備品。ブリサドはね、1個あるんだけど、スリルアームだけ。ミセリルの戦士がついて、飛空艇は頑丈になったぞ。これでネルブのお岩に体当たりじゃ。そうか。そう、あれか、ここの奥に隠し通路が。ワコナスアンジョ、アンジョ。はい、さっきスリルソード。グラフィックが大事。3のリメイクは CD のにフルリメイクされたので、いろんな意味で次元の違う感じですね。わしもおるぞ。これシドね。すげえシド。1にも2にも出てきたけど、3に。いつも見た目が違う。わら。そうですね。でも3と4はね、なんとなく似てる感じだった気が。木を見てなかったね。ナイフ。2本買うか。先ほどやっとね、ジョブを手に入れて。音楽素敵だな。すっぴんから、シーフと赤魔導士と戦士に、それぞれなってますが、それ以外に、戦士と、文句、白、黒、もいます。これは、一応アレンジ版で、これがアレンジ版で、切り替えれば、ファミコン版の曲の方も聴けますね。まあ、多分これは好みが分かれるとは思いますので、自分がするときには好きな方を選んでいただければいいかな。一応ね、アレンジでやっていくつもりなので。例えば話して進んだけどなんか来て。さて、では、大岩を壊しに行きましょう。あ、せっかくの飛空艇。ふぅ。いてて、チート派手にやりすぎたかの。じゃがみんな、なかなか際が座っとるな。肝が座っとるな。なんだか変な感じだった。前にも体験したことがあるような。そんなわけないじゃないか。飛空艇に乗るのも初めてだったのに。マジか。一種類か二種類くらいしかないなぁ。